内山幸喜さん、スタッフの皆様こんばんは、お疲れ様です。内山さんのほのぼのしたお話に癒されながら Spotify から楽しく拝聴しております。最近になって内山幸喜さんがラジオをなさっていることを知り、この度初めてメールを送らせていただきました。今回私は中学生の時にアメリカで経験したちょいパリピエピソードをご紹介したいと思います。参ります。参りますってすごいな。私の中学校ではアメリカの家庭にホームステイしながら姉妹都市のミドルスクールに通うことができるという10日ほどのプチ交換留学プログラムがあるのですが、これは私がこのプログラムに参加した時のお話です。ある日の放課後、アメリカの生徒が日本に留学するための資金集めとして体育館でチャリティーダンスパーリーが開催されたのですが、その時点でまずこれがアメリカのパリピの集いかと感動しました。ダンスコートなどは全くなく、みんな私服で雰囲気はかなりカジュアルでしたが、出張 DJ が爆音で音楽を流していたり、色とりどりのライトが光り散らかしていたりと、そこには確かにパリピの空気が漂っていました。 ダンスパーチーなんてこの方初めてなものですから、一緒に渡米した日本人の友達と撮影しまくったり、彼女であろう人と踊っていたイケメン生徒を捕まえて、その彼とツーショットを撮ったりもしました。彼女さんに殺されなくてよかったです。おめでとう。一通り楽しんだ後、ベンチで休憩していたところ、パツキンのイケメンアメリカンが隣に座ってきて、突然無言で私と一緒に自撮りを撮ってきました。そしてさっそうと去っていきました。何が起こったかさっぱりだったのですが、周りのみんなでキャッキャしていました。ふっ。その日の夜、彼のインスタグラムにその通称が上がっているよと友達がスクショもうわけわかんない友達がスクショを送ってくれたのですが、モノクロ加工された通称が本当に上がっていて、投稿のコメントにはてんてんてんダンスと書かれていました。その投稿には彼の友達から I ship it という誰かと誰かを恋愛関係でカップリングすることを意味するスラングがコメントされており、単純な私はテンションが上がりました。その次の日、学校で偶然にもその男の子とすれ違ったのですが、すれ違いざまにサップかっこイケボと言われ、アメリカンの陽キャの挨拶をされたことに感動し、さらに自分の顔を覚えててくれたことがとても嬉しかったです。学校の最終日にまた偶然にもその彼を見かけたので、これは自分の携帯にも写真を残すチャンスだと思い、声をかけまた通称を撮ってもらいました。彼女さんがいたらしく、肩を抱き寄せなよという周りの声には、いや彼女がいるからと断っていたので、肩組みサービスは残念ながらなかったのですが、私にはもう十分で、 LINE に日本人の友達しかいないのをいいことに、帰国後にしばらくその通称をトップガニしていた記憶があります。今考えると、日本人という外国人が物珍しくて写真を撮ったんだろうなと思いますが、私にとっては楽しいイキリパリピエピソードです。ちなみにスクショはまだスマホの中に記念に撮ってあります。ということでね、ちょっとさっぱり分かんなかったですね。自分で読んでると英語とカタカナが混じるとね、こうなるかっていうのをね、実感しましたけど、アメリカで中学生、自分で置き換えるとずいぶん前のことなんですけど、でももうインスタグラムがあるから結構最近だよね。ちょいパリピエピソード、私の中学校ではアメリカの家庭にホームステイしながら姉妹都市のミドルスクールに通うことができる。10日だと確かにあっという間に終わっちゃうよね。その移動も含めると、まあ、2週間ぐらいでやるってこと、2週間今日ぐらい、ほんとプチ交換留学プログラムですね。それに参加した時だと、放課後アメリカの生徒が日本に留学するための資金集めとしてっていうのもなんだかなって感じだけどね。チャリティーダンスパーティー、へー、ダンスコードなどは全くなく私服で、カジュアルだけど、やっぱ DJ ね。
ああ、ライト。うんうん、いいね。で、そこで出会った、彼女であろう人と踊っていたイケメン生徒を捕まえてツーショットを撮ったりした。楽しそうですね。あ、で、それで向こうからパツキンのイケメンアメリカンが座ってきて、無言で自撮り。はぁ、そんなあるね。で、やっぱインスタか時代は、インスタでその写真が上がって、てんてんてんダンス。はぁ。この辺はね、まあこれ踊ったってこと？この I ship it っていうのもね、全然知らなかった。スラングなんだ。誰かと誰かを恋愛関係でカップリングすること。全然わかんないね。彼の友達がくっついちゃえなよみたいなことなのかね。うん。で、その次の日すれ違いざまに、この SUP っていうのはね、さっき打ち合わせでみんなで調べましたよ。私たち調べでは、What's up で、短くしてサープってことらしいですけど、間違ってたら本当にすいません。アメリカンの陽キャの挨拶だって。へで、偶然見かけたのでツーショットを撮ってもらったと。肩を抱き寄せなよという周りの声には、それ何なんだと思ったけど、彼女がいるから。なるほどね。まあでも、まあこの、まあね、僕のステロタイプのアメリカのイメージかもしれないけど、まあみんなフレンドリーみたいなね。で、まあそういうパーティーだし、写真も撮るし、まあ距離感近くなることもあるのかなという気はしましたけど、でもなんかいい思い出ですね。確かに。いい具合のパリピエピソードというか。うんうんうん。なんかその写真、今おいくつなのかわかんないけど、こっから5年、10年ぐらいすると、なんか香ばしい感じになって、また、でも、なんか、今って、例えばインスタとか、まあ、LINE とか、データで残してること多いから、携帯壊しちゃったとか、ちょっとした LINE のアカウントのあれで消えちゃったとかもありそうですよね。だから、どっかに残しといた方がいいですね、データは。僕らが中高生とか、もっと上の世代とかは、もう、プリクラ文化とかですから、多分、面白プリクラ世の中に死ぬほどあるんじゃない？まだ。いろんな人の机の中に、ね、チェキとかさ、ね、だから、その印刷とまではいかないまでもバックアップ絶対残したいなら取っといた方がいいと思いますよ。何があるかわかんないからデータは。はい。ということで、まだパーティー続いていくんで、皆さんからのメール引き続きお待ちしています。以上、私はパリピでした。